ポポポポポンンンンンまあ、それしてもね、まあ、今日から、えー、都議選がね、東京都議選が始まったということで、まあ、これも本当、どうなるのかね、あのー、まあ、立憲民主党と共産党はですね議席を伸ばしそうだっていうふうな、まあ、情報とかも出てたりとかして、まあ、実際に立憲民主党と共産党がですね連携してるという話もあってね。でまあこの あの、今日出たニュースではですね、も、まあ、早くもというか、東京都議選で58年ぶり無投票で、えー、小平市選挙区で、えー、自民党と立憲民主党の二人がですね、無投票当選が決まったっていうのが出てるんですよね。 で、これ前回の2017年では、小平市選挙区ではですね、えー、共産党も立ててたんですけども、まあ、今回は共産党が立ててないと。まあ、こういうことからもですね、あのー、まあ、前回は民進党ですよ。立憲民主党だ民進党と共産、 あが出てたんですけども、どっちも落ちてですね、都民ファーストと自民党が当選したっていうのがあったんですけども、まあ、今回は共産党が立ててなくて、えー、立憲民主党の方が無投票当選されたということで、まあ、これもね、やっぱその、立憲民主党と共産党が連携してるっていうね、まあ、そういうのがあったのかなと、うーん。 まあだから僕は野党共闘としてはこういうことが僕はすごくいいことだと思うんで、えー、まあ頑張って欲しいなと思うんですよね。もうこれで終わりじゃないですか。東京都議選の7月4日まで、えー、やっぱね、本当に一生懸命頑張って欲しいなと思うんですけども、まあ、 この都議選が始まったからか何なのかよくわかんないんですけども、今日立憲民主党の枝野代表、枝野さんがですね、東京都内で、えー、消費税率の次元的な5%への引き下げについて、えー、次期衆院選での公約に盛り込むように立憲民主党内に支持したと。 いうことをなんか言ったみたいですね。それがま NHK でも、あの、NHK のニュースサイトでもですね、まあ、ランキング1位になったり、あと日経とか3経でも取り上げてるっていうことで、まあこれは僕はね、まあ本当、まあ良かったというか、まあちょっと遅かったかなっていうね、あのー、だってその、 あの、消費税5%に立憲民主はしないから、離党したっていうね、あの、須藤元気さんでしたっけ参院議員のね。この方今無所属になってるみたいなんですけども、もうもっと早く決めてたらね、こんな、あのー、 大騒動にもならなかったと思いますし、あと、令和新選組のね、山本太郎さんが、あの、消費税5%で、野党、野党京都の旗印にみたいなことを言ってて、まあ、それに対してもすごく反発があったんですね、立憲民主想からもね。うんだそういうこと書いてもね、もうちょっと早くてよかったんちゃうかと。 え、いうのは僕は、ま、正直思うんですけども、ただでも、ま、言わんよりマシでね、言わんよりマシっていうか、まあ、これによってね、その消費税、えー、の公約に消費税5%ってなったらですね、この令和新選組もそうですし、まあ、共産党だって5%って言ってるわけですから、まあ、まとまりとしてはですね、まあ、いいんじゃないのかなと、うん、っていうのは思いますね。やっぱもう、あの、 なんていうんですかあの、自民党とね、公明党と、ええー、当時民主党だったのが、ね、三党合意とか言ってね、あの、なんか消費税は引き下げないみたいなことを言ってたような気しますけども、あんまりはっきり覚えてないとあれなんですけども、ただもうリーマンショック以上の、ええー、ね、経済状況、コロナでね、経済的に打撃を受けてるわけですか日本全体がね。 だからこの消費税の5%ぐらいの引き下げぐらいですね、僕は全然何でもないと思うんですよね。う まあ、ただでも、まあ、これはね、本当に良かったと思いますし、これによって、その、令和新石組のね、山本太郎さんも、まあ、この間、枝野さんが国会で消費税5%に言及したことについてはですね、一歩前進だというふうにも評価してたわけで、え、山本太郎さんと立憲民主党のね、まぶちすさんですかね、まあ、なんか消費税の、なんか、 減税の研究会みたいなんで、えーね、そういうな距離を縮めたりとかして、僕はすごくいいことだと思うんで、まあ、これが野党共闘にさらに、えーね、あの前進すれば僕はすごくいいと思いますしね。うんまあ、これによってね、まあ、立憲民主党の,の政党支持率も上がったらいいんちゃうかなと思うんですけどもね。 おまあ、あとね、まあ、3ヶ月か4ヶ月後には、えー、まあ衆院選というかね、解散総選挙があるっていう風に、まあ見られてるわけで、まあ本当この、立憲民主党が、もう、ね、これしっかりしてくれたら、本当に僕は、あのー、 議席だってね、もっと増やせると。立憲民主党内ではですね、昨日も僕も喋ったんですけど、毎日新聞に書いてたんですけども、立憲民主党の調査ではですね、小選挙区で80、70から80議席は硬いと、えー、いうふうになんか立憲民主党ではそういうふうに見てるということでね、うん、だからそこからさらにあの、伸ばす。 可能性もあるっていうことですから、まあ、これが消費税5%って公約にしたことによってですね、まあ、無党派層も、え、ひょっとしたら支持に回ってくれてね、さらにいいんじゃないかなと、ん、比例でも議席伸ばすかもしれませんしね、うーん、まあ、だから、ほんとこれ、ま、あね、あの、今も自民党が本当にこれワクチンの供給にしてもね、なんか大規模接種ですか職員、 場の中、接種も、供給、ワクチンが不足してですね、できないと、えー、いうことでね、もう本当なんか、自民党っていうかね、与党のコロナ対策っていうのは、本当なんか、むちゃくちゃやなというかね、行き当たりばったりっていうか、本当1日100万回って何でやったんかっていうね、も、まあ、う本当、菅政権のこの、なんか、全然あかんぷりっていうのがですね、まあ、 この都議選の間にも僕はずっとクローズアップされてくると思うんですよね。NHK のサイトでも、まあ、あのー、今日はですね、東京都の、えー、感染者数っていうのがですね、562人ですか、えというふうに増えてて、まあ、ほんでその専門家もですね、感染者は減る要素がないというふうに言ってて、もう、まあ、増える、 要素しかないっていうことをね、言ってると思うんですよね。ねそれで、えー、東京五輪はですね、観客1万人、プラス、えー、関係者、えー、数千人か何,何千人か知りませんが、そういうことを画策してるわけでね、 だからここで野党がしっかりですね、まあ、五輪もどうなんだと、えー、消費税だってね、一時的に引き下げて、まあ、国民、マと国民のために何、えー、とかするんだということを見せたらですね、僕は野党の全体の支持っていうのも、あの、まあ、減るってことはないと思いますね。う ま、立憲民主がね、大幅にこの政党支持率を上げれるかどうかっていうのは、まあ、今後にかかってると思うね。これをずっと言い続けるかですね。まあ、他いろんなことを言っていったらですね、僕はそういう可能性もあると思うんでね。うんそれがやっぱ今回の今行われてる都議選にもつながっていくと思うんですね。都議選の結果でも、えー、立憲民主党だったり共産党だったりですね、あの、議席増やす可能性っていうのはあると思いますしね。うん。 まあ、令和新選組だってね、今、その都議選に候補者立ててるんですけども、まあ、それは可能性はなくはないわけで、で、まあ、その令和にしても次の衆院選だったり、来年の参院選だったりですね、そういうところに、こう、議席獲得の、え可能性っていうのがね、まあ、出てくるんじゃないのかなっていうことでいくと、やっぱり野党共闘っていうのは僕はすごくいいことやと思うんですね。この消費税5%で、えまとまるっていうのはね、うん ま、ただ、でも、あの、自民党のね、若手からだってですね、もう消費で5%にっていう声を上げてたわけですから、自民党が、えー、このね、野党の5%でもうパクってですね、自民党も、与党も言い出すかもしれないと。う 時のことも考えとかなあかんと思いますけどね。そこはさらにどういう手を打つかと、給付金とかですね、まあ、いろんな、何、えー、て言うんですか、あると思うんですけどね。やっぱ国民の今、すごく困っている人たち、特に飲食店はじめね、あのそういう人たちに対しての、まあ、手厚いこう政策っていうのをですね、バンバン野党が打ち出していかないとね。 僕は野党の存在感っていうのもないと思いますね。今まだちょっとやっぱりね、薄いかなっていう感じが、やっぱ政党支持率も出てると思うんで、まあもっとね、あの存在感を出して衆院選、まあ今回の都議選もそうですけども、まあ頑張ってほしいなっていうふうに思いますね。チャンネル登録よろしくね。